はい、どうも皆さん、こんばんは、レプチンです。今日はね、デッドバイデイライトのキラー側、ザ・ハグを使っていきたいと思います。ほい。いやー、すごいね。右手がすごいね。光が出てますね。はい、というわけでね、今回は、ハグのね、面白アドオンを持ってきたので、そちらをね、紹介をしていきたいと思います。今回持ってきたアドオンはね、ハグの罠にワープ、するときに、まあ、どこでもワープできますよっていうアドオンですね。本来ハグは32メートル以内で、サバイバーが罠踏んだときに32メートル以内だったらそこまでポンって飛べるっていう。え、何これ？あー、シャトか。っていう効果なんだけど、レプチが持ってきたやつは、その制限、32メートルっていう制限をなくします。よいしょ。どこでもワープできます。ただこれ欠点があって、踏んでなくても発動するんですよね。あ、いなくなっちゃった。サバイバーが踏んでなくても発動しちゃうので、意図せず飛んじゃうっていうデメリットもあるんですよ。あと1回飛んだら15秒間飛べないっていうデメリットもありますけど、まあ、マップの端っこにいても飛べるので、まあ、うまく使えば例えば呪いのトーテムとかをずっと死守したりもできるし、えい！寝ろ！こっち、若干楽だ、こいつ。待てい！よいしょ。こっちか。待てい！えい！なんでこいつらアイテムこんな置いてんの？はい、これ何、これアイテム交換会みたいにしてんの。よし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 、いや、間違ってテレポートそうなっちゃうな。よいしょ。これ本当に例えばサバイバー担ぎ上げるのスペースキーとか、板壊すのスペースキーとか、これスペースキーだったかな、分かんないけど、他のとね、かぶっちゃうんだよね。だから間違ってワープしちゃうことあるんで、これ注意です。よいしょ。これ気づいたら飛んじゃうからね。デボを発動させちゃいましょうか。助けた。あっち行ってますね。ライト持ってるやついたり、アイテムあんだけ置いてるってことは多分チームだろうな。俺ノラがあんなことしてるの見たことねえもん。はい、オッケー、よっこいしょ。ライト持ってるやつがやだな。はい、はい、危な。なんか落ちてったよ、なんか落ちてった。待て待てい。おい、今面白かったな。知ってますね。靴をかけましょう。よいしょ。はい、いらっしゃい。オッケー。先読みですね。で、ここに連れしましょう。いい感じでデボを発動しそうだよ。でも2溜まってるからね。デボは何それっていう人もいると思うから一応説明するけど、サバイバー吊るして助けて、誰かが助けたら1ポイント溜まって、それがね、ポイント溜まっていくとね、どんどん強くなっていくんですよ、レプチンが。それがデボアでございます。よし、どこぞ。助けきそうやな。助けた。
3溜まりましたね。いた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 。待てい！どこ行った？いた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 。どこ行ったな。はい。今4溜まってますね。3溜まると敵一撃で殺せるようになるんだよね。で、4溜まると、あ、4溜までもなんもないわ、ごめん。5溜まるとその場でぶっ殺せるんですよ。よいしょ。で、今回レプチン無限ワープ見せたいんだけど、ああ見せた無限ワープ見せたいんだけど、なかなかあの罠のとこ行ってくれないですね。よいしょ。でね、どこでもワープできる。あ、行きましたね。今こそ使うか。よいしょ。来た。はい、この距離からワープ。この距離からワープですよ。あんな端っこからワープできるんですよ。うえい！よーし。やらせねえぞ。やらせねえよ。本来32メートルなんで絶対こんなとこ届かないんですよ。でもこのアドを持ってくることによってここまで飛べる。はい、ものすごい距離ワープできるからね。あ、やばい、ゲート開いちゃう。よいしょ。ゲートあっちね。これは先に開けに行ってそうだな。よし、こうやろう。よし、あ、見えない見えないあ、見えた見えた。これ YouTube 規制入るぞ。これやっかいちゃん。はい、開けてっかな。あ、OK、開けてない開けてない開けてない。今こそ無限ワープの力を見せる時が来たか。よし、さあもう一匹も死んだね。さあどうなる。あと敵2体、あと2体ですよ。開けてるね。間に合わねえぜ。どうするどうする。おい、さあ俺から逃げ切れるかな。こっち逃げますね。よし、くー、今絶対当たったな。はい、オッケー。あ、あ、なんで。あー、びっくりした。え、あー、なになに。え、どこにいんの俺。え、ちょっと待って、俺がどこにいんの俺、これ。ちょっと待って。あ、戻ってくれた。よかった、戻ってくれた。待って。なんだこいつ。いやいや、こいつ煽ったくせに、煽ったくせにだよな。こいつ今煽ったくせですね。いや、びっくりした。え、どこ飛んだんだ俺。え、また視点がおかしい。カメラがおかしい。カメラが、カメラがおかしい。カメラが、カメラがおかしい。はい。もう一人どこ行ったんだろう。いた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 。あ、よっこいしょ。あの、
見やすいようにここで。よいしょ。はい、オッケー。いや、びっくりした。これ無限ワープじゃなかったら、距離無限ワープじゃなかったら、ま、中戻れなかったと思うよ。まさかの画面外に。はい、いかがだったでしょうか。これがね、ハグのアドオンのなんてやつだったかな。はい、ミント柄のボロ切れというやつでしたね。まあ非常に強力なんだけど、まあいつでも発動しちゃうんで、逆に言えばね、あれ今発動しなくてもいいのにって時も発動しちゃうんで、ちょっと扱い難しいですが、うまく使えばね、呪いのトーテムとか死守できると思うので、デボアホープ決めやすかったりすると思います。はい、というわけで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイビー。